合成染料の定番ですね。先ほど作っておいたものなんですけど、まだちょっと乾いてなくて濡れてるんですけどね、水洗いしてもなかなか落ちなくて、いかにも合成染料だなっていうような出来栄えですね。じゃあこれの作り方を、動画記録としてですね説明したいと思います。まず亜硝酸ナトリウムですね。亜硝酸ナトリウムを難しいんですけど、亜硝酸ナトリウムをまず水に溶かしておきます。白い結晶ですね。亜硝酸ナトリウムを水に溶かしておき、よく溶けるので問題なく亜硝酸ナトリウム水液になりました。これは後で使います。その次にニーナフトールの、ナフトキッシュドですね、ナトリウム塩にするんですけども、ここにもすでに水酸化ナトリウム溶かしてあります。まだちょっと粒が残って見えてるんですけども、これを完全に溶かしてから、これがニーナフトールです。色ついてますけど、ニーナフトールですね。ニーナフトールを水酸化ナトリウムの水液に入れて、溶かしておきます、はい、ほぼ溶けきった感じですね。色ついてます。いわゆるあのフェノールのいわゆるナトリウム塩ですか、フェノキシド、まあ、材料としてはあのニーナフトール使ってるので、ナフトールのナトリウム塩でナフトキシド塩となるわけですね。はい、研ぎ切りました。で、これ木綿なんですけども、木綿の布をこの段階で浸しておくと、結構染まりが良いということなので、このまま浸した状態で置いておきます。置いておきます。これ後でカップリング反応させるときに使う。次にあのジアゾニウムイオンを作るわけですけれども、アニリンをこの漂流しておいた酸化フラスコに入れて、それから塩酸を入れます。ですね。これでいわゆるあのアニリンの塩酸アニリンができるわけですけれども、温度が高くなると不安定になるので、漂流しているということになりますね。で水をちょっと入れて濃度を薄めておきますね。この状態で先ほど作っておいた亜硝酸ナトリウムを滴下していくわけです、ね。まあ、温度が上がらないようにゆっくりやるのが理想なんですけれども、これが透明な状態が長く続く方がいいんですけども、ちょっと焦るとですね、このようにちょっと色が濁ったりなんかもするんですけど、神経つかなくてもいいかな。温度が高くなるとその分あの効率が悪くなって、こうジアゾニウム塩が分解しやすくなって効率が悪くなるということが理解できていれば良いのではないでしょうか。だいぶ黄色くなっちゃいましたね。はい、ではこれを先ほどの、ナトリウム塩になっている布のところですね、こちらの容器の方に入れます。ドドッと、はい、まあ、少しずつなじませながら入れてもいいって言えばいいんですけど、まあ、染料ができたなっていうのが分かれば良いかなと。かなりあの濃い感じがするんですけど、この後水で洗って、じゃあですね、ビーカーに水を用意してあるだけなんですけども、水を入れてこう洗いますね。
今水道水ですね、流水で洗ってきたものがこれです。でもう一回こうきれいな水で染料がこう水で洗ってもですね落ちにくいっていうことを示しています。染めた時間もとか温度とかですね若干関係あるんでしょうけども、このぐらいの時間で作った染料で、これ木綿なんですけども、これだけしっかり染料が繊維に絡みつくというものです。あと乾かせばいいだけですね。